にちは。デザインペインターの大浦幸子です。今日もお客様から言われた言葉を紹介していきたいと思います。写真撮影をボードを持って行ってすることがあるんですけれども、その時に、どんな写真を撮りましょうっていうのは事前にお客様と打ち合わせをしていて、イメージとして、ピンタレスだとかインスタグラムの写真とか、あとは雑誌の写真とかを参考に、こういう具合の明るさでとか、こういう部分ちょっと大人っぽく撮りたいですとかを打ち合わせをします。で、こういう写真にずっと憧れてるんですよとか、こういうパンを私も作ってみたいんですよねって、聞いときますね。で、実際に写真を、ボードを用意して撮影をしていきます。で、こんなん撮れましたって見せた時とか、お客さんがこの横についてどういう風に私がこう切り取って撮影をしているかをすぐ横で見てくださってるんですけど、その時に私のパンじゃないみたい、私がずっと憧れてたこんなパン作りたいって思ってるのが目の前にありますってすごい感動してくださいました。その時に、あれ、このパン誰が作りました、お客様ですよねって言って話します。そうです、元から作れてたんです。ずっと憧れていたこんなパン作りたいっていうのもずっと作れてたんですよ。それが写真にうまく写ってなかったですね。背景が普通のテーブルクロスだったり、テーブル合板のテーブルだったりとか、ちょっとした工夫で背景を変えるとかで、カメラもスマホじゃなくカメラで設定を変えて、パンが美味しそうに映る明るさに変えて撮るだけで、本来持っているパンの美味しさが伝わることにめっちゃお客さんは感動してくれてます。私もその姿を見て本当に嬉しいです。なので、撮影プランでいきますけど、私が今こういう設定で撮っているので、今度自分で撮る時もこうやったらいい風に今みたいに撮れるんじゃないですかっていうプチカメラレッスンみたいなことにもなっています。あなたも興味があればぐっと変わります。伝えたい生徒さんにちゃんと伝わる写真を使ってホームページ作りしてみませんか。新しい出会いが待ってると思います。私もそのお手伝いができればとっても嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。